ん、こんにちは。6月5日金曜日、中学1年生、国語やっていきたいと思いますね。はい、ただいま国語はですね、こちら、大根は大きな根っていうのをやっています。まあ私はちょっと個人的に大根はいささかちょっと苦手なんですけどもね、皆さんどうでしょうかね。好きな人もいれば苦手な人もいると思いますが、この大根っていうのがどんな植物なのかなっていうのを説明しておりましょう。で、まずこちらの今日の内容はプリントの方ですね。テキストじゃないです。プリントの方の内容をですね、ちょっとやっていきたいと思います。すいません、ペンがついちゃったはい、というわけでですね、確認していきましょう。まずカッコ1番なんですけれども、最初の第1段落で問いを投げかけてる一文を探してもらって全部書き抜いてもらうんですが、はい、もうちょっと書いちゃいましたけれども、問いを投げかけてる時はこういうふうに何々でしょうかと疑問をね、あげるときに、あげてるような形でですね、何でしょうかなんていう疑問を述べてるような形で書いてあるところを探してください。それなので、一番初っ端になります。それでは、私たちが普段食べている大根の白い部分は、どの器官なのでしょうかと問いかけてますね。こんな形です。で、この器官っていう言葉も、ここの内容だとキーポイントになります。キーワードって言った方がいいですかね。キーワードになりますので、ぜひ押さえておいてください。そして B の方は、じゃこの問いに対する答えがどこに書いてありましたかっていうんで、最初の5字を書き抜いてもらうんですが、第3段落ですね、一番最後の一文に、つまりっていう言葉から始まってる部分があるんですが、つまりっていう接続詞は、今までこう話してきた内容をまとめてる時に使うんですよね。なんで説明とかまとめたりするとき使う接続詞なんで、これが入ってたらまさにまとめになります。で、最初の文字なんでつまりから入っていくんですけれども、この点をしっかり一マスで入れてください。で、つまり点だまでが入ります。で、本文ちょっともう一回確認しておくと、つまり点、大根の白い部分は点、根と胚軸の2つの器官からなっているのですっていう形ですね。なんで我々がよく知ってるあの白い大根なんですけど、胚軸と根からなってたんですよね。その部分を説明していました。はい、そしてカッコ2番、大根とそれ調べるために比較して使ってたものがありました。カイワレ大根ってやつですね。前回の動画でもちょっと絵描いてあげましたけどね、サラダとかにも載ってたりするやつなんだけど、カイワレ大根ってそもそも大根の何なんだっていうとですね、はい、書き抜いてもらいましたが、芽になりますね。大根の芽になります。で、カイワレ大根と大根を比較した表がありまして、1番から4番まで穴埋めありますので入れていくんですが、まず最初これカイワレ大根の方ですね。カイワレ大根、上から順にまず双葉があります。双葉、そして、胚軸、主根ときて、最後が側根という形になります。はい、そして大根の方なんですけど、カイワレ大根の胚軸は大根のどの部分かっていうと、上の方になるわけだよね。そして主根っていうのは下の方になりますね。上と下でそれぞれ胚軸と主根という形になっています。で、そしてですね、今度括弧4番の方に移るんですけれども、この2つの器官は実は味も違っていますってありましたね。前も話しましたが、胚軸と主根って実は味が違うんです。胚軸の部分は水分が多くって、はい、かき抜いていくんですが、これ甘みですよね、があるのが特徴だが、根の部分は辛いのが特徴だったんですよね。なんで大根は下に行くほど辛みが増していくんでしたね。これはですね、蓄えた栄養分を虫とかに食べられないようにする植物の知恵ですよね。根の方に辛みを増すような細胞を、ね、普通持ってましてですね、根がかじられて細胞が破壊された時に化学反応を起こして辛みをバーって増していくわけですね。まあ、そういった植物の知恵があります。はい、そして最後、下の方が10倍も辛み成分が多いとありますが、その理由としましては、先ほども言った通りの話なんで、ウが入ってもらうといいでしょうね。大切な栄養分を土の中の虫にかじられた時、辛みを発揮し、身を守れるようにするためですね。そんな形で入ってもらうといいですね。
はい、そんなわけで今回の国語はここまでになりますので、もう一度よく確認してみてください。特にこういった問いを投げかけたる部分ってどこかなーっていうのがね、見分けがつくような形がいいですね。はい、ではですね、また次回ですね、お待ちしております。今日はここまでになります。じゃあねー、一旦失礼します。またお会いしましょう。